分科会を再開いたします。それでは休憩前に引き続き質疑を行います。森田委員どうぞ。私からはまず来年度から新しい大学の街京都、学生の街京都推進計画がスタートするのを控えて、市民募集パブリックコメントも終わりました。計画策定の大詰めになってきていると思いますけれども、来年度初年度にあたるわけですが、どのような取り組みを行われるのかまず確認したいと思います。塩野谷大学政策部長。はい、お答えいたします。次期大学の街京都、学生の街京都推進計画につきましては、先ほどご指摘いただいた通り、市民意見募集の結果を踏まえて現在最終案を取りまとめているところでございます。今後、総務省防委員会での報告を経て、今月末には、策定をしたいというふうに考えてございます。次年度、先ほどご指摘いただきましたけれども、スタートということになりますので、主に2つの事業を、新規事業として計上させていただいたところでございます。1つ目が、学生向けアプリの開発活用ということで、京都市や大学コンソーシアム京都、地域企業等の多様な主体による、京都でしか味わえない学生生活を実現するさまざまな取り組みや学生向けの各種情報を学生に直接かつ確実に届けていくというとともに、学生のニーズや行動特性の把握等を通じて、さまざまな取り組みの改善や新たな事業の創出につなげるなど、好循環を生み出す基盤として開発活用を行ってまいりたいというふうに考えてございます。なお学生さんにしっかり活用していただきたいということから、例えば、学割など、学生が割引や優待を受けることのできる店舗や施設を地図帳で紹介する機能ですとか、就職活動支援につながる情報の発信、本社や大学コンソーシアム京都等から発信する情報の閲覧を通じて、電子マネー等に交換可能なポイント機能を組み込んでいくことを検討してございます。しっかり開発にあたりましては学生さんの意見を取り入れることが重要であるというふうに考えてございまして、公募した学生によるプロジェクトチームを立ち上げまして、アプリの機能ですとか、学生さんへの周知策等について、学生さんが主体となって、開発に携わっていただくように工夫をしていきたいというふうに考えてございます。もう1点目が、留学生の関係でございまして、留学生の、今後さらなる取り組みを進めていくということから、全国から京都へ、留学生の戦略的誘致事業ということを新規事業として計上させていただいております。平成31年度は、これまでからの海外での、誘致活動に加えまして、関係機関と連携いたしまして、首都圏の、日本語学校で学ぶ留学生を主な対象としまして、京都の大学等への進学を促進するための誘致活動を実施したいというふうに考えてございます。いずれにつきましても、次年度スタートするということでございますので、計画に基づきまして着実に取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。はい、森田委員。今から聞こうと思っていることも全部お答えいただきました。ありがとうございました。で、アプリはですね、その学割だとかさまざまな工夫ございますけど、かなり850万でしたかね、予算かけて開発されということなので、ぜひともこの開発は当然ですけど、多くの学生に活用していただけるように、今後しっかりとやっていただきたいと思います。それと2点目の留学生の誘致事業ですけれども、来年度この首都圏の日本語学校で学ぶ留学生が主な対象ということです、ございますけれども、普通留学生といえばですね、当然その首都圏から来るわけではなくて、また海外から来られるわけですが、例えばですよ、姉妹都市とかパートナーシップとか、また日本で学びたい若者が多い国ですね、ちょっとそれがどこなのか私も詳しく存じ上げませんけれども、そういった海外に向けての働きかけっていうのも必要になってくるんじゃないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。塩野谷部長。答えいたします。海外から留学生を呼び込んでいくという取り組みについては非常に重要であるというふうに考えてございまして、これまでから関係機関とに参画していただきました留学生スタディ京都ネットワークにおきまして、海外での留学フェア等々についても展開をしてきたところでございます。なお海外での取り組みは引き続き展開してまいりますけれども、やはり日本語学校への進学をされている留学生が非常にここ数年増えてきておりまして、でかつ日本語学校の留学生が進学をするというのが約大半の学生さんは進学をするという状況でございますので、東京の日本語学校に行ったら東京の大学に進むということではなくて、ぜひ京都の大学、専門学校等にですね、進学をしていただけるように取り組みをしていきたいというふうに考えてございます。森田委員。わかりました。次に
庁舎整備に関して質問させていただきたいと思います。あの 西庁舎についてもあの姿を現しまして、とても綺麗なものが出来上がってきております。まあ、来年度いよいよ分庁舎、それから西庁舎の利用開始となるわけですけども、以前あの庁舎整備に伴いまして庁内ネットワークの無線化を進めるという話がございましたけれども、これについては予定通り進められるのかどうかお伺いします。米谷市長。はい、お尋ねいただきました、分庁舎、西庁舎の、無線化でございますけれども、もともと宮古プラン第2ステージ実施計画に、新庁舎整備に伴う、庁舎ネットワークの無線化の推進というものを記載しておりまして、これに基づき、取り組みを進めております。新日庁舎と分庁舎ともに来年度の執務開始時に、市役所インフラである職員が使用する庁内ネットワークにつきまして無線環境整備としてイントラネットの無線 LAN の利用を予定通り開始させる予定でございます。森田委員、我々議会の方はもう無線化なっておりましたので、実はこう無線化まだなってなかったんだなということに逆に私も驚いてたんですけど、無線化することでどのようなことがこう実現していくのか、そのあたりについてはいかがでしょうか。米谷市長。はい、冒頭今いただきました無線化でございますけれども、セキュリティの観点からも十分に検討いたしまして、やっとこさ無線化を実現するという段取りでございます。庁内ネットワークの無線化につきまして、執務室のレイアウトの変更時に線の引き回しとかがないということで、経費の節減、事務の効率化ができますと、ともにその配線工事ですとか、ケーブルを買ったりする経費が節減できるなというふうに考えております。また職員が毎日使っておりますパソコンを、会議の際に会議の部屋まで持ち運ぶということで、電子文書による会議資料の、共有が可能となります。これまで会議のたびに用意していた大量のもう分厚い時にはすごい大量の紙資料になるんですが、それの事前準備にかかる事務負担というものを軽減することが、期待できます。これを機会に新庁舎では、ペーパーレス会議システムというものも、導入する予定でございまして、このことと合わせて、一層庁内の事務における、ペーパーレス化の推進というものを期待いたしているところでございます。森田委員。経費削減、また紙削減ですね、この、ペーパーレスについてはもうこれペーパーレスが叫ばれてから久しいと思いますけど、なかなかこの日本全国進まないという状況もございますけれども、この事務の効率化を推進するために、どのような取り組みが必要だというふうに思われているのか、その点についてはいかがでしょうか。奥井市長。はい、新庁舎の整備が推進しますとともに、無線 LAN の整備やペーパーレス会議システムの導入によりまして、ペーパーレス化の取り組み等の環境が順次整っていくことになってくると考えております。これらのインフラが最大限生かされますよう、何よりも関係部署と連携をしながら事務の削減が一層進むように取り組んでいくことがこれから重要と考えてきております。例えばペーパーレスの取り組みでおきますと、これまでから行財政局、総合企画局、環境政策局の実務担当者が集まりまして、広く検討を進めてきているところでありまして、引き続き実務者の声を広く聞きながら、導入後の実施状況を踏まえまして、庁内でしっかりと連携をしながら、より効果が高まるような取り組みを新年度において実施していきたいと考えております。以上でございます。森田委員。はい、ペーパーレス会議システムということですので、これをきっかけにですね、ペーパーレスについては特に、もうこれ一生懸命やっていただかないと、例えばこう議会があるとき皆さん、見てるとですね、大きな大きな荷物を背負ってこの、委員会室まで来られてると、で我々としても、パソコンもあるけど書類も山積みになってるという、なんかペーパーレスしてるのかしてないのかよくわからないような状況もございますのでね、これはもうしっかりやると。特に今まで、紙媒体に慣れてこられた方々がたくさんいらっしゃると思いますけど、そこははい、なんとかですね、意識を変えて、これもまだ仕事の効率化という面にもつながっていくと思いますので、しっかり頑張っていただきたいと思います。また
合わせてこの無線環境ではですね、セキュリティ対策ということについても有線と比べると、まあ、脆弱だということも思いますので、その点についても、しっかりと取り組んでいただきたいということも要望しておきたいと思います。続いてコンピューター、オープン化事業について伺いたいと思いますけども、新たなこの開発事業者の下で事業を再スタートしたわけでございますが、現在の事業の進捗状況ですね、これについて、また今後のスケジュール、特に、来年度31年度の予算の内容についてお伺いします。米谷市長。はい、オープン化事業につきましては、市民の皆様、それから議会の皆様にご心配をおかけいたしているところで、心苦しい限りでございます。今申しましたように、一括処理システムの開発が遅延したということで、平成29年10月に、全受託事業者との契約解除をいたしております。で、その後再構築、事業スケジュール再構築ということで、スケジュールとまとめまして、29年の11月市会で補正予算をお願いしてご議決をいただきました後、昨年3月に新たな開発事業者と一括処理システムの契約を締結しまして、30年度はその新システムの開発をスタートさせていたところでございます。今後のスケジュールでございますけれども、平成32年1月、もうあと10ヶ月ぐらい後でございますけれども、に福祉系システム、その翌年の33年1月に、重機税系システムの稼働を、目指すというものでございまして、現在の、状況でございますが、これらの稼働予定日に向けまして、予定通り、システムの開発を進めているところでございます。31年度の予算案につきましてのお尋ねでございますが、これらの稼働予定、来年度とその翌年度でございますがに合わせたものといたしておりまして、平成31年度京都市予算の概要、いわゆる長丁記載の大型汎用コンピューターの管理運営 38.0 億のうち、具体的にオープン化事業にかかる直接経費といたしまして、2つございます。引き続き新システムの開発に要する経費といたしまして 31.9 億、それからシステムのソフトウェアを動かすハード、それからミドルウェア等の機器保守や、その32年1月の稼働後の新福祉系システムの保守運用にかかる経費 2.6 円、合計合わせまして 2.6 億円、オープン化事業にかかる直接経費といたしましては合計 34.5 億円を計上させていただいているところでございます。森田委員。30年度に比べると予算額がかなり増加しているようですけれども、この要因については、どのようなことが当たるんでしょうか。米谷市長。はい、30年度 18.2 億円に比べますと、大幅に増加しているように見えますが、オープン化事業にある、かかる直接経費でございますが、30年度と比べますと、16億円の増となっております。まあ、その要因といたしましては、32年1月の新福祉系システムが稼働することが挙げられます。具体的に申しますと、開発期間中の制度改正等の内容を追いつき対応ということで、今の制度改正も全部新しい新システムに載せなあきませんので、過去の分も含めて残らず反映させる必要がございます。これが14億円の増。それから新しいシステムで使用いたします機器、端末等の機器の購入もする必要がございまして、これが 1.6 億円の増ということなどから、30年度と比べますと大幅に予算が増え増と見えているものでございます。森田委員。はい、わかりました。訴訟に関しましては都民からございましたし、まあ、調停という新たな場に移って引き続き進めていくということですので、まあ、しっかり対応していただきたいと思います。で、今回オープン化システムの開発、現在のところは、まあ、スケジュール通り進んでいるということで、まあ、31年度には、先ほどご説明ありました、福祉系の新システムが稼働するということで、31年度は追いつき対応も含めて、予算額からは相当の作業量だというふうに思いますけれども、まあ、もうこれ、一度大きな失敗がありますので、まあ、もう二度と失敗できない事業になってまいりますけれども、今回は問題なくオープンができるということで、
考えておいていいのかどうか、この辺はご決意を伺いたいと思います。米谷市長。はい、まあ、決意ということでございますが、福祉系の稼働年ということで、まあ、追いつき対応、先ほど申しましたように大きな、予算を費やしまして、大きな作業量となっております。この、まあ、作業量全体でございますが、まあ、あるということは分かっておりましたので、各事業者としっかり連携して、計画的に進めてまいります。オープン化事業につきましては、冒頭に申しましたように、当初は平成29年度中に完了する計画でございまして、もございましたが、一括処理システムの開発の遅れに端を発しまして、事業期間を約3年延伸して、32年度までの事業となっております。ご心配をおかけいたしております。事業の3年延伸という、まあ、この経過もございますが、今回は以前にも増して、議員ご指摘の通り、きっちりと予定通りの完成稼働に向けまして、強い決意を持ちまして全力で取り組んでいるところでございます。我々気を引き締めて、万全を期してまいりたいというふうに考えております。森田委員。ちょっともう一点だけ聞いておきたい、また別の件あるんですけど、昨年度と、まあ、この前の補正でもちょっとお聞きしたんですけど、改元対応ですね、まあ、もう米谷室長何度も心配ないと、もう自信を持って回答していただいてるんですけど、先日インターネットでニュースなんか見てるとね、エンジニアの方々は、まあ、この改元発表から1ヶ月で、対応できるのか戦々恐々としてるっていうような記事が出ておりましてね。で、まあ、マイクロ、その中にも出てたんですけど、マイクロソフト社が、まあ、1月に改元対応のアップデートしたら、このエクセルがうまく機能しないというような状況が生まれたということもあったそうなんですけどね。果たして本当にこれ心配してるんですけど大丈夫なのかどうか。エンジニアの皆さんはなんか連休10連休ありますけども、海外旅行なんかとんでもない、もう自宅待機で戦々恐々としているというふうに書いておりましたけれども、再度ちょっとこの点確認しておきたいと思います。米谷市長。改元につきましてもご心配をおかけいたしております。改元につきましては、大型汎用コンピューターの、プログラムに関してましては、我々が委託している業者で、チェックもすべてやっておりますし、リハーサルも行っているところでございます。あとは当てはめということと、データの変換が残っておるところなんですが、データの変換につきましては連休を使用して、作業させていただきますので、我々情報課の人間もお休みではございません。それからマイクロソフトの関係でございますけれども、バグがありましたが、すぐに対応されてて、まあ、一旦は抜いてまた2月アップデートで上がってきているということで、バグがあっても速やかには対応してくれるというふうには考えておりますので、なんとか5月1日にはきれいな形でスタートできるようにしていきたいというふうに考えております。はい、よろしく、はい、進行いたします。伊坂委員。そしたらですね、私は、先日25日の本会議の質問で、まあ、本市の平和行政と平和政策について質問したわけですけど、それに基づいて、もう少し踏み込んで具体的にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、1点目は、国連で、一昨年7月に採択をされた核兵器禁止条約についてです。まあ、本会議質問で今の世界の流れを紹介をしました。まあ、改めてもう一度言います。で、条約に調印した国は1月末で70カ国、批准をしたのは21カ国で、国連のところでは50カ国が批准すれば発効すると、発効して、で、半年後やったかな、効力はすると、まあ、こういうふうにしてるわけですけど、条約の発効っていうのはほぼ世界の流れでは確実な流れになってると私は実感をします。まあ、こういう時に広島、長崎、ビキニと、まあ、唯一の被爆国の政府として日本が取るべき道はね、大変はっきりしてるというふうに思うんですが、まあ、このような時に平和を都市の理念というね、している、ね、京都市の取るべき道はどうあるべきというふうにお考えですか。奥井市長。本市としましては、これまでから平和首長会議
に、参画をしてきておりまして、その政府首長会議の中での、取り組みで、共に他の自治体とともに、参画して行動してきているところでございます。でこれからも、その取り組みの姿勢というのは、変わらずに、努めていきたいと考えているものでございます。以上でございます。酒井委員。でその平和首長会議の2020ビジョンというのはどういう目標を掲げていると認識されていますか。奥井市長。平和首長会議におきましては2020年までの核兵器廃絶を目指す具体的な行動取り指針2020ビジョン核兵器廃絶のための緊急行動を策定し世界の都市市民 NGO 等と連携しながら核兵器廃絶に向けたさまざまな活動を展開することとされております。特に2010年からは核兵器の製造保有使用等を全面的に禁止する核兵器禁止条約の早期実現を目指し条約の締結に向けた世界的な動きを作り出すための取り組みを進められておるところでございます。酒井委員。そうなんですよね。2020年までに核兵器の廃絶を目指してでそのために核兵器禁止条約の締結を目指すというのを明確に掲げてるんですよね。でその平和首長会議の一員として京都市は存在しているということを前提にして聞きますけど今日本の政府がですねこの核兵器禁止条約に向けてどういうスタンスでいるかというと、ね、核保有国と、ね、非保有国持つ国と持たざる国との間の橋渡し役これをするんだと、まあ、こういうふうに言ってるわけですよね。でこの橋渡し役論については、ね、どういうふうに評価をしてますか。奥井市長。今伊坂委員おっしゃいましたように政府におきましては核保有国が、条約に参加しないことは核兵器保有国と非核兵器保有国において国際社会の分断を一層深め核兵器のない世界を遠ざけるとの、理由から、不参加を、されてきているという姿勢ので、来られていると考えております。でそれはそれで、国におきましてさまざまな外交情報等を持った上での、判断をされているものと理解しております。以上でございます。酒井委員。意見聞こえは、ね、いいんですよね。持っている国と持っていない国の間に入って両方に、ね、話をしていこうとこういうことなんだけど、ね、だけどもねその前提にはね核兵器禁止条約の締結これを実現をしていくっていうことがねあるかどうかなんですよ。そこをしっかり考えていかないと思うんだけどもその橋渡し役論、ね、これにはね私はねもうこれ破綻してると思うんですよ。なぜかって言ったら核兵器を持っている国はその核兵器を力にして、ね、周辺および自分の支配のもとに他の国を置こうとするわけですよ。これが核の傘論ですよね。そして紛争および国同士の対決状態になったときに核兵器を、ね、使うぞって言って脅かしていく核兵器先制使用論ですよね。でこれで脅かして平和というのを維持するんだとこういう理屈なんですよね。だけどもそういう理屈である限りは、ね、核兵器の存在を、ね、認めてるところから始まってるわけですよ核保有国はね。でそこを立場をどう変えるか。で私は被爆2世です。私の父親は広島で被爆をした原爆の被害を受けた被爆者です。5年前に亡くなりましたけど、だから私は核兵器の廃絶そのために禁止条約の締結でこの悪の兵器非人道的な兵器これは絶対に人間の力でなくさなあかんしなくすことができるというふうに思ってるわけです。でそういう立場に立った時にねそれぞれの、ね、持ってる国持たざる国の間で橋渡し役調整役になるっていうようなねこれ中途半端、ね、そういうね立ち位置傍観者的な立ち位置ではなくて明確に核兵器を否定して禁止するっていう立場に日本の政府はね唯一の被爆国の政府なんだから、ね、私を国というふうに体現化したら日本なんですよね。
だからそういう立場で各国政府に働きかける必要があるというふうに思うんです。2020ビジョンって言ったら、ね、来年なんですよ。あと1年しかないんです。あと1年の段階で、ね、この核兵器禁止条約を締結する、まあ、そのために日本政府が果たすべき役割っていうのはね、大変強いと思うんです。で、そういう角度で京都市が日本の政府に働きかけをしてほしいというの思うんですけど、いかがですか。奥井市長。広島長崎と、被爆した国としまして、日本政府としましても、その取り組み思いについては、共有しているものと、考えております。で、国に対しても京都市としてアクションを起こすべきではないかという、趣旨でございますけれども、政府におきましては政府総体としての見解を持って外交問題をはじめその他のさまざまな国を取り巻く情勢や課題等も熟慮の上に高度な判断をされているものと理解しております。外交に関わる情報等につきましては基礎自治体よりも国の方が圧倒的に勝っていると考えておりまして、現時点におきまして京都市から国に対しましてどうのこうのということを申し上げることは今の時点におきましてはないものと考えております。京都市としていたしましては平和首長会議にも加盟しておりますし、また平和記念事業という本市独自の事業にもこれまでから心を込めて取り組んできておりますので、そういったことで平和の啓発等について引き続き取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。堺。確かにね、外交は国のね専権事項だと思います。だけどもさっき言ったように、ね、もう一回言いますよ。平和首長会議に入っている京都市、その首長会議は2020ビジョンで2020年に核兵器をなくすために禁止条約の締結を目標に掲げているわけですよね。ならその一員として京都市は、ね、どういう立場に立つのか。100歩譲りましょう。日本政府に誘拐はないかは別にして、京都市としては平和首長会議の一員として核兵器禁止条約の締結という方向に進むべきだというふうに思っているかどうか、これについてはどうですか。奥井市長。はい、平和首長会議が目指す核兵器廃絶や世界恒久平和といった理念はこれまでから本市でも共有してきているところでございます。しかしながら平和首長会議で採択された決議や行動要請をすべて加盟都市が実践しなければならないものではなく、共有した理念のもとそれぞれの団体の判断で活動を行っていくものと考えておりまして、平和首長会議にもその旨を確認してきているところでございます。本市としましては引き続き平和首長会議と連携した原爆ポスター展やこれまでから行ってきております平和記念事業など、それいった思いを込めた事業をこれまでからもしてきております通り、これま今後とも実施してきて、していきたいと考えております。以上でございます。堺委員。そしたら大変悲しいことで残念なことだけど、今の市長の答弁からしたら京都市は核兵器禁止条約の締結に向けてはそういう立場には立たないとっていうことを今宣言したわけですね。核兵器禁止条約は必要ないと否定したというふうに立場に立ったというふうに思っていいんですか。奥井市長。先ほども申したつもりでございますけれども、平和首長会議が目指す核兵器廃絶や世界恒久平和といった理念は本市でも共有してきておるものでございますし、我々職員としてもその思いを持ってこれまでから平和記念事業を推進してきているものでございます。そういった心思いを持って心を込めて事業を取り組んできているところということを趣旨、申し述べておるところでございます。ご理解くださいますよ、よろしくお願いします。伊坂委員。いや、私の頭では理解できないから聞いてるんですよ。で、さっき市長おっしゃったじゃないですか、平和首長会議に参加はしてるけど、その平和首長会議の方針をすべて加盟都市が、ね、拘束されるものではないと。首長会議は2020ビジョンで禁止条約の締結を目標にしてるけど、ね、それに束縛されないと。こうなったら出てくる結論は京都市は核兵器禁止条約については必要ないというスタンスに立っているというふうにしか聞こえないんだけど、もう一度聞きます。どういうスタンスなんですか。奥井市長。
恐れながら3度目になりますけれど、平和首長会議が目指す核兵器廃絶や世界恒久平和といった理念は、共有してきておるところでございます。でそういった思いを持ってこれまでから、平和記念事業、原爆のポスター展といった、本市独自の取り組みに取り組んできているところでございます。以上でございます。坂井、時間がないんでね、もうこれ以上繰り返さなきゃ。だからそれは認識は一致してるんだよ。だから禁止条約に対してどういうスタンスに立つのかについてあなたは一貫して言わないわけよ。言わないんだけども、どういう立場なのかって聞いてるわけ、ね、一生懸命やるとか理念を共有するっていうのはいいんだけど、2020ビジョンの結論は、ね、禁止条約の締結を目指すって書いてあるわけでしょ。でそれについては京都市は一致していくのかいかないのかって聞いてるんだけど、まあ、これ以上聞いてもまたね4度目の同じ話聞いても分かんないけど、このまあちょっと局長の政治判断やね、どうです、その点については。藤原総合企画局長。もう先ほどから奥井の方から何度も申し上げておりますけれども、京都市の立場としていわゆる平和首長会議の一員として加盟している以上、平和首長会議のスタンスと全く同様でございます。ただしですね、一番最初のご質問の際に奥井の方から申し上げましたけど、実際国際社会において核兵器を廃絶しようと思えば持てる国と持たざる国、そういったところがですね、しっかり同じベクトルに向かってですね、気持ちを一つにしなければ実現しないものでございます。そこをですね、日本政府の方に平和首長会議からご要望申し上げた際にはですね、しっかりとその橋渡し役を果たしていきたいという強い決意を述べておられますので、それに期待したいと思いますし、またそういう取り組みをさらに進めていただくよう、今後も平和首長会議を通じてですね、国には要望をしていきたいと、このように思っております。坂井、局長が答弁でそれをおっしゃったんですよ。だけどね、私も改めて調べてみたらね、去年の11月に平和首長会議の国内加盟都市会議をね、岐阜県で開いてるんですよ。でそこで確かにね、安倍首相宛ての要望書を出しました。だけどその要望書の中身はね、会場で出た意見、橋渡し役っていうけどどういう形で実現してくれるのかと、こういう不安の声がいっぱい出てね、要望書には核兵器禁止条約の締結を進めることというふうに明確に書いてるわけですよ。で国内都市会議も、ね、首長会議も同じスタンスなんですよ。核兵器の廃絶と禁止条約の締結については。だから私は改めて切ってるわけ。それの、一環として首長会議の一員である本市がどういうスタンスに立つのかと、まあ、これは一重に京都市長の政治判断にも関わってくると思うんだけども、それを支えるのは平和行政の窓口ってなっている、ね、皆さん方なんで、そこをしっかりと考えて、ね、また4月の選挙で再選したら次の委員会で質問するし、ね、その時までにしっかりと考えておいていただきたいと思います。で最後2点目は、兵庫県西宮市の平和行政について本会議で紹介をしました。で西宮市の行政を調べておいてくれというふうに市長には言っといたんですけど、でそれのお答えと同時にね、西宮市が掲げている姿勢ね、この姿勢は、ね、市民と市役所の共同なんですよね。で例えば西宮市の原水爆禁止協議会で、この会長はね、西宮市長なんですよ。で市役所で平和団体で労働組合、ね、そして政党、それらが入って、そういう協議会を作って運動を進めているんだけども、ね、行政が、ね、市民との共同を進めるね、イニシアチブが必要だと思うんだけど、京都市にそのイニシアチブの発揮を求めたいんですけど、いかがですか。奥井市長。市長、はい、まず西宮市のホームページによりますと、西宮市では、昭和33年に、原水爆禁止西宮協議会が結成され、政党、主義主張
思想、信条、宗派の違いを超えて統一した市民運動を続けておられ、同協議会には、市議会、労働組合、医師会や商工会議所など、多数の団体が加盟されております。で、様々な啓発事業や、原爆展等はこの協議会が主催となって実施されているところと、理解しております。で、都市の取り組みにおきましても、学ぶべきところは学べばよいと考えておりますが、それぞれの思いを巡らし、思いを込めた平和の取り組みがあってよいと考えておりまして、本市としましては、昭和32年に平和都市宣言を、昭和53年には世界文化自由都市宣言を行うなど、この間一貫して平和の都市の理念としまして、毎年8月には広島、長崎、被爆の実相等に関するポスター展を、11月には平和記念事業を行うなど、本市独自の核兵器廃絶に向けた取り組みに努めてきているところでございまして、引き続きこれらの取り組みを進めてまいりたいと考えております。酒井。いや、それはね、答弁でも聞いたしね、もうそう分かってるんですよ。聞いたのは、京都市という行政が、ね、でそういう核兵器の禁止であるとか、ね、原爆をなくしていくとか、そういう取り組みを共同していくためのイニシアチブをね、発揮できないかと、今までのやってきたことを、ね、さらに踏み込ん でそういうのを聞いてるんですよね。でこれをもう一度答えていただきたい。どうですか。奥井市長。取り組みに対しての思いは、先ほど来申しておりますとおり、いろいろと思いを込めて努めてきておるところでございまして、またそういう個々の事例が発生しましたら、個々の事例ごとに考えてまいりたいと考えております。以上でございます。酒井。個々の事例で判断をするということなんで、形から入るというのは私も思っていないん で運動を通じて共同を進めていくということで頑張ってほしいと。で、最後の最後に2020年のさっき話しましたけど、あと1年しかないんですよね。で、したがってね、被爆者国際署名の運動でもそうやけど、自主的な取り組みだから共感の輪が広がるというふうにね、何遍聞いても元気にならない。私は他人事にね構えるんじゃなくて、で目に見えた形で核兵器廃絶を目指す取り組みを行政としてもね汗かいてほしいと。具体的な行動をね、予算の執行の中で、ね、生かしてほしいなと思うんですけど、例えば8月の市役所このピロティでやる原爆パネル展ありますよね。で、そういうところにしつこいようやけど、核兵器禁止条約の意義についてパネルを加えるとか、被爆者国際署名を市長もやったんだから皆さんもやろうよということで、市役所や区役所にそういう署名用紙を置いて呼びかけるとか、目に見えた形での発展を具体的にお願いしたいんだけど、どうですか。奥井市長。はい、平和への思いや核兵器の廃絶につきましては人類共通の願いであると考えておりますが、その実現に向けた具体的な取り組みについては様々な手法等があると考えております。平和の取り組みにつきましては、多くの人々の心に響く共感を得て、その取り組みの輪を広げていくことが大切であると考えておりまして、本市としましては平和の実現に向けた多くのさまざまな取り組みの一つ一つには敬意を表しつつ、特定の取り組みを支援するということではなく、多くのより多くの人が自主的自発的に平和に向けた行動につなげていただけるよう、本市独自の平和記念事業を引き続き取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。酒井。で、私は何もね、特定な運動を支援せえと言ってるわけじゃないんですよ。平和にもいろんな、ね、運動がある。原子爆禁止にもいろんな運動がある。例えば、ね、人権問題どうです。人権っていうふうに言ったら5つの分野で今カテゴリーやって、プラス LGBT で6つのカテゴリーでやってますよね。で、それを全部まとめて京都市で人権問題の啓発やってるじゃないですか。だから平和という括りの中でもね、いろんな運動を紹介をしていったらいいんですよ。で、そうやってね、平和というキーワードで、ね、くくっていく、ね、でそういうことを行政がね、ぜひ汗をかいてやってほしいというふうに思います。注目してますんで頑張ってください。お願いします。終わります。進行いたします。西山委員。それではよろしくお願いしたいと思います。私の方からはまずはじめに SDGs についてお尋ねをさせていただきたいと思います。先般の代表質疑におきましても、我が会派の曽我議員の方から言及をされましたけども、日本経済新聞の
全国市区サスティナブルード SDGs 先進度調査で、京都市が首位に選ばれたということで、ございます。この SDGs の取り組み自体もこの1年間かけて、しっかりと進んでいただいたものと、評価をしておりますし、またそのこれまでの姿勢、さまざまな場面において、未来に向けた持続の可能なまちづくりが進められてきたんだなということを改めて確認させていただいた次第でございます。そういった中、この取り組みをしっかりと進めていただいて、全国にまた世界へと発信していただけるような取り組みになることを期待をしているところでございます。そんな中、来年の予算においてはこの SDGs を大きく表に出した予算編成ともされているところでございます。そういった意味においてなかなか予算の中でいきますと、いろんなところで散りばめられておりますので、どの部分がどうかというのはあると思いますのと、全てがそうだということもあると思うんですが、まずSDGs の来年度の取り組みについてお聞かせいただけますでしょうか。松野部長。はい、来年度の SDGs の取り組みでございます。SDGs につきましては、今年度は、特に SDGs をまず市民の方々に知っていただくということを取り組んでまいりました。またそういった意味でも SDGs についてのパネルの展示であったり、そういう広報啓発に力を入れてきたところでございます。また、市民共同の取り組みでございます出前トークでも SDGs のテーマを付け加えるなど、市民の皆様に SDGs をご理解いただく機会を設けるということに取り組んでまいりました。さらに来年度におきましてもこうした啓発の取り組みは継続してまいりますが、とりわけ各局区におきましてもさまざまなテーマで事業を推進しているところでございますので、例えば人権であるとか、あるいは国際映画祭、あるいは、市民共同の取り組み、環境の取り組みなどなどですね、あるいは区役所でのさまざまな安心安全の取り組みなど、こうしたすで、に各局区で事業計画をしているものの中に SDGs を積極的に取り込んでいただきまして、それを SDGs に市民に触れていただくきっかけする、理解していただくというふうに各局で取り組んでいただくように働きかけているところでございます。以上でございます。西山委員、ありがとうございます。来年においてもまだまだしっかりと啓発周知を図っていただきたいという段階であるというのは認識をしております。その上で、さらにこのそれぞれこの SDGs というものが何なのかということを知っていただいた市民の皆さん、企業をはじめさまざまな団体の皆さんが具体的にこの SDGs の達成に向けた取り組みをしていただけるような状況を作っていくというのが次の段階でやってくると思います。それが今すでに来ているのか、まだもう少し先なのかという観点はあろうかと思いますけれども、そういった取り組みという点で、まず個人的な観点からいきますと、やはりお一人お一人がこの SDGs を聞いて、私はこれでやろうといったのが大事であるかなと思います。ちょうど一昨年でしたですか、SDGs の関係 のフォーラムに参加をさせていただいたときに、ワークショップをする機会がございました。その時にその、自分と SDGs といったようなことでペーパーにいろいろ書きながらワークショップを進めていくんですけども、そこでマイ SDGs を書いてくださいという項目がありまして、私も一瞬うっと考えたわけですけども、そこで自分にとっての SDGs はこれなんだなということを考えながら書いて、議論が進められていって、その時やはり一人一人が何ができるのか、この観点に立ってできることから始めるということが大切であるふうに認識をしたわけでございます。そういった意味におきまして、個々の SDGs の推進に向けて何か今お考えいただいていること、また進めようとしたことがあればお聞かせください。松野部長。はい、SDGs につきましては国際社会共通の大きな目標ではありますが、各国の政府や地方自治体だけではなく、企業、大学、NPO、市民などあらゆる人々がその目標達成に貢献することが期待されているところでございます。そのためには、やはりその市民お一人一人がまずは SDGs に関心を持っていただきまして、次のステップとして身近な生活行動がどのように SDGs に達成につながっているのか、
っていくか、自分ごととして考えていただき、例えば、マイカーをやめて自転車で通勤するとか、地産地消のものを買うとか、まあ、そういった、実践につなげていくことが重要というふうに考えております。そうした意味で、我々市民共同で取り組んでおります、お宝バンクの制度がございますので、SDGs の主体的なアイデアとかご提案をそちらに、まあ、登録をいただく、そしてそれを行政が応援し、あるいは提案者が、お互いに協力し合って連携して取り組むとか、そういった、まあ、自分ごとからさらにみんなごとに発展していく、まあ、そうしたことも期待しておる次第でございます。最近お宝バンクのホームページも若干改修をいたしまして、すべての取り組み提案に、自らが関連する SDGs の番号を選択して、登録していくようなシステムを構築いたしまして、 SDGs の目標とリンクするように、見えるように工夫をしております。先生、ご指摘のように SDGs は、自分ごと、そしてみんなごととして、できることから参加していく、やっていくというようなことが非常に重要というふうに考えておりますので、今後ともそういった視点で、我々も支援していきたいというふうに考えております。以上でございます。西山委員、ありがとうございます。まあ、個人レベルとともに、まあ、市の、まあ、施策の、まあ、さまざまな分野においても、まあ、この SDGs の目標を達成する、まあ、取り組みが、まあ、必要であるかと思います。まあ、そういった意味において、まあ、さまざまな、まあ、計画への反映、まあ、これから、まあ、されていくべきようなところもあろうかと思いますけれども、まあ、市としても、まあ、この啓発の、まあ、次の段階として、まあ、それぞれの、まあ、部局において、まあ、それぞれに、まあ、関係ある SDGs の目標達成に向けた、まあ、取り組み、まあ、これを大きく、まあ、推進していただく必要があろうかと思いますけれども、そのあたりの考え方についてはいかがでしょうか。松野部長。はい、この本市の施策に関しましては、本市の基本計画等とこの SDGs は多くが一致しており、都プランに掲げる施策を確実に実行することによりまして、 SDGs の支援推進につながるものというふうに考えております。まあ、こういった意味でも京都市の情報館におきましても、都プランの11の重要戦略それぞれと関連する SDGs のゴールを明示して、施策との関係をひも付け、一覧表に整理公開する、そしてまたその事業進捗の状況も確認できるようにしておるところでございます。各局区におきましても、それぞれ持っております分野別計画等がございます。こうしたものを策定する、あるいは改定する際には、この SDGs の趣旨を盛り込むような形で策定するように、我々も各局の方に伝えているところでございます。こうした施策、京都市の施策を着実に進めることによりまして、 SDGs の目標年次2030年に向けて、その達成に向けて貢献してまいりたいというふうに考えております。西山委員。はい、ありがとうございます。まあ、今後、市のさまざまな場面において、まあ、SDGs の目標達成にと向けたような取り組みを進められてくると思われますし、またそれをしっかりと、まあ、評価といいますか、まあ、総括するような、まあ、仕組みも大切であろうかなというふうにも考えております。まあ、午前中も日置議員の方からその推進本部についての、まあ、質疑も、まあ、ございました。まあ、そういった意味においては、まあ、今後この目標達成に向けて、まあ、取り組みを進めていただくにあたりましては、やはり体制をしっかりと、まあ、充実をさせていただく、まあ、こういったことも必要になるのかなというふうにも、まあ、考えております。まあ、現在のところ、まあ、組織にこの SDGs というのが関されている組織は、まあ、推進本部だけであるかなと思いますけれども、まあ、そういったことも踏まえまして、まあ、今後の職員体制の、まあ、充実、この辺についてはいかがお考えでしょうか。松野部長。はい、この持続可能なまちづくりに向けまして、 SDGs がレジリエンスから町人仕事心京都創生総合戦略の取り組みの一体的な推進、これを重点に置きまして、職員の体制も構築するよう、今現在、行財政局の人事当局で検討されているものでございます。総合企画局におきましても、これらと協議し、万全の体制で臨んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。西山委員、ありがとうございます。まあ、20年後、まあ、30年後、まあ、その先に向けて、まあ、この素晴らしい京都が素晴らしい京都であり続ける、まあ、このための SDGs の取り組みでもございます。まあ、そういった意味に向けまして、まあ、京都市の取り組み、まあ、期待もしておりますし、私自身も、まあ、さらに、まあ、進めてまいりたいというふうにも決意をしているところでございますが、総合局さんの、まあ、決意を、お聞かせいただきまして、まあ、この観点の質問を終わります。松野部長。
はい、先生に冒頭ご案内いただきました日経新聞社の、全国の市区サステナブル度 SDGs 先進度調査におきまして、京都市が1位に選ばれたということでございます。このことは、市民や事業者の皆様とともにこれまで取り組んできた、ごみ減量やエネルギーの消費削減、そして公共交通優先の取り組み、歩く街京都の推進などが評価されたものというふうに考えております。こうした取り組みというのは、この京都のみならず日本全国のモデルとして全国自治体やその人々に伝えることによりさらに SDGs の国内達成に貢献できるものというふうに考えております。またさらに視野を広く持ちますとこの京都がこれまで長い歴史とともに培ってまいりました豊かな文化を背景にした人々が受け継いできた暮らしの文化とか持続的な街づくりの精神などもしっかり引き継ぐだけじゃなく世界に向けましてもさまざまな機会、例えば姉妹都市であるとか世界歴史連盟とかレジリエンスの100都市などのネットワークを生かしながらこうした京都市の行ってきた持続可能な都市モデルとの取り組みを世界に向けて発信し SDGs の達成に貢献していきたいというふうに考えております。以上でございます。西山委員、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次の項目の質問に入らせて、いただきます。近年中小小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化する中、我が国の経済社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じていることなどを背景にして国においては出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が制定され、新たな在留資格が創設されたところでございます。そして外国人労働者を受ける企業等の受け入れ機関に対して日常生活などの支援を行うことを求めるとともに、政府においては省庁横断的に外国人との共生社会実現に必要な施策を着実に進めていくための外国人材の受け入れ共生のための総合的対応策も示されております。そういった中、日本にお住まいの外国人が増加の一途をたどる中、この総合的対応策を推進していく上では国だけではなくて、やはり京都市や京都府などの地方公共団体も重要な役割を果たしていく必要があるというふうに考えております。この夏についてのご見解をお聞かせいただけますでしょうか。牧国際化推進室長。はい、在留外国人の皆様への今後の対応策でございます。今回の改正出入国管理法におきましては深刻化する労働力不足に対応するべく新たな在留資格が創設されるわけでございますが、今後増加する可能性のございます外国人労働者に対する日常生活、そして職業生活、また社会生活上の支援につきましては、まず第一に外国人労働者を受け入れる企業などの受け入れ機関が十分に実施することがまず求められております。その上で、その前提の上で、それに合わせまして政府におきましては外国人材を適正に受け入れて共生社会の実現を図り、日本人と外国人が安心安全に暮らせる社会の実現を達成するために外国人材の受け入れ共生のための総合的対応策といったものを示されたところでございます。この総合的対応策にの中にはですね、さまざまな行政分野、福祉、教育、産業等々で必要とされる方向性が示されておりますので、国からの詳細な情報を確認しつつ本市の中で関係部局の間で連携または独自にも対応する必要があります。また京都府とも連携して適切に対応する必要も当然ございます。こうした中、とりわけ我々総合企画局におきましては、これまでから外国籍市民の皆様にとって暮らしやすく住みやすい街となるために言葉の問題、教育、福祉、生活情報の発信等々ですね、ケアゲにございます国際交流会館、こちらでこれまで30年の長きにわたって対応をしてまいりました。生活者としての外国人に対する支援をこれまでからもう十分に推し進めてきたことでございます。この度の総合的対応策を踏まえまして、さらなる対応策について、必要なものは十分に精査しつつ検討してまいりまして、必要なものは絶対必要なものとして予算化をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。西山委員。
ありがとうございます。まさに京都に暮らされる、また仕事をされる外国人の方が増えることが増加する中、この間私がさまざま質問等も繰り返してまいりました。で、先ほど SDGs の話をさせてあげましたけれども、私にとっての SDGs ということで、障害のある方や外国人の方に対しても分かりやすい情報提供、また優しい日本語の取り組みがございます。昨年の決算委員会の折にもこういった取り組みに関しまして、京都市のホームページ上におけるこの優しい日本語のような、この外国語の一語のようなこの記載といいますか、この区分が必要ではないのかといったような質問もさせていただきました。それにつきましてはさまざまに検討していきたいといったような答弁もしていただいているところではございますが、現在の進んでいることとかお考えのこととかあれば教えていただけますでしょうか。砂川市長、甲子市長。はい、本市の、ホームページでの優しい日本語の取り組みについてお答えいたします。優しい日本語につきましては、先生ご紹介の通り、外国人や障害のある方など簡単な日本語しか理解できない方のために、平易な用語とひらがなを使用した分かりやすい日本語を用いまして情報を提供する取り組みでございまして、政令市でも一部の、自治体のホームページで導入されているものでございます。本市のホームページに、おきましては4カ国語での自動翻訳機能、あるいはふりがな付与機能、それから音声読み上げ機能、こうした機能を有しておりまして、優しい日本語を必要とされる方々に対して一定の一助といただけるようなものと考えておりますけれども、多文化共生推進の観点から一歩踏み込んだ取り組みができないか、他都市の事例も参考に検討を重ねておるところでございます。この優しい日本語のページを構築するにあたりましては、例えばなるべく簡単な日本語を使うとか、一つの文章を短く区切るですとか、すべての漢字に振り仮名を振るというような利用する方の視点に立った専用のページというのを作成する必要がございます。このすべてのページに、こういったことを対応するのは誠に困難ではありますけれども、現在市民の方々が生活する上で、最も身近で必要な情報でございます。例えば出生、子育て、健康、福祉などのライフサイクルごとの手続きを掲載いたしました、暮らしの情報ですとか、防災情報、こういった情報につきまして、通常のホームページとは異なる優しい日本語仕様のページを、作成を予定しているところでございます。引き続き、外国人の方も含む多くの皆様にとって、一層利用しやすく分かりやすいホームページ、こういうものに努めてまいります。以上でございます。西山委員、ありがとうございます。今前進に向けて、取り組みを進めていただいているということで、ございます。しっかりと期待をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。次の観点の質問に移らせていただきます。先ほど午前中も議論がございましたけれども、京都駅、西部エリアの活性化についてでございます。3月の16日には梅小路京都西駅も開業いたしますし、来年にはこのアイススケート場もできるということで、地域が本当に様変わりをしてまいります。そういった意味におきまして、来年の予算における、この西部エリア活性化についての、ポイントについてお答えいただけますでしょうか。松浦市長。はい、京都駅西部エリア活性化の予算についてでございます。来年度予算のポイントは主に2つでございます。1点目は京都駅西部エリアの活性化に資する活動の支援、2点目はにぎわいゾーンの活用の推進でございます。1点目でございますけれども、京都駅西部エリアまちづくり協議会というのがございまして、でそこのを通じましてエリアの魅力情報の発信、あるいは京都梅小路みんながつながるプロジェクトというものがございますが、ここなどエリアのまちづくりを担う団体の活動への支援を行ってまいります。2点目のにぎわいゾーンの活用でございます。にぎわいゾーン南側につきましては来年度の早い段階で活用事業所を選定をするというところでございます。であと北側についてはすでにもう選定はしておりますけれども、ホテルと商業施設からなる複合施設が今整備が始まったところでございます。こことも連携をしながらエリアの活性化に取り組んでまいります。以上でございます。西山委員、
ありがとうございます。まあ、来年度におきましてもしっかりと推進をしていただくというような内容であるかなと思います。まあ、そういった中におきまして、まあ、今も似顔絵像の話も出ましたけども、まあ、宿泊施設が非常に増えてくるという状況で、まあ、大きなところでも今4つのホテルが名乗りを上げられてまして、まあ、2020年度には、まあ、ちょっとどれぐらいの全ての数は分からないわけですけども、まあ、1000人近い方が満床であると毎日お目になるのかなというふうにも認識をしております。まあ、そういった中、まあ、この地域にとってもさまざまな変容が考えられるわけでありますけども、まあ、そういったこの駅の開業でまたホテルが大きなホテルが急激に増える、まあ、このことによって地域にどういったような影響が考えられるられるのかですとか、また地域の様変わりの様子、まあ、このあたりについての市の認識はいかがでしょうか。松浦市部長、市長。はい、JR 新駅付近のホテルの開業についてでございます。今ご指摘いただきましたように、まあ、駅周辺、新駅周辺には、まあ、4軒のホテルの大型ホテルの整備、まあ、その他小規模なホテルの整備というものも聞いているところでございます。で、大型のホテルにつきましては、おおむね来年以降、まあ、順次開業されるというところでございます。また先ほどもご紹介いただきましたけど、31年度来年度には、これは建設局が所管をしておりますが、梅小路公園内のにぎわい施設、いわゆるスケートリンクを中核とした施設も開業するところでございます。でとりわけこの ホテル群が開業することによりまして、なかなかこの界隈特に夜間、まだまだ寂しいところがございますけれども、まあ、早朝夜間の滞在客が多くなるということで、梅小路公園周辺においても飲食店を含めた、まあ、多くのにぎわいにつながる施設が集積をし、エリアの活性化が進むというもので考えてございます。でとりわけそのにぎわいゾーンの北側につきましては本社も関わって、そのホテルと商業施設の複合施設が整備をされるところでございますが、この事業者を通じまして今後地域と商店街とのワークショップの実施、まちづくり資源の発掘活用など、地域とともにまちづくりに取り組むということで、しております。でこうした動きとも連動しながら、このエリアの地域と共存共栄したまちづくり、これに取り組んでまいりたいと考えてございます。西山委員。本当にさまざまな変化があろうかと思いますので、まあ、地域の皆さんにとっても期待がある反面、やはり不安な面でありますとか、これはどうなるんだろうとか、いろんな思いもあるかと思いますので、まあ、今まで以上に、まあ、地域の皆さんのご意見をしっかりとお聞きいただいて、この取り組みを進めていただきたいなというふうに考えております。少し、西の方に目を向けますと、西大路駅におきましては今バリアフリーの構想が進められようとしておりまして、で新たに、駅の線路の北側で西大路通りの東側に改札口が設置をされるというふうにも認識をしております。今この辺の地域においては商業施設とかは比較的少ないという状況もございますし、新たに改札口ができるようになると、例えばその車の通りでありますとか、そういったものの変容で、またさまざまな施設などの変容もあるのかなというふうに認識をしておりますけれども、このあたりについてどのような変容が考えられるか、市の認識はいかがでしょうか。松浦市長。はい、JR 西大路駅周辺からの回遊性の向上についてでございます。先ほどご指摘いただきましたように、西大路駅のバリアフリー化、北口への改札口の設置、これは都市計画局が所管をしておりますけれども、32年度の完成予定でございます。でこれによりまして、今後大阪方面からの来訪客が西大路駅で下車をされまして、梅小路公園周辺に向かって回遊されるというようなことも想定をしているところでございます。本市におきましては、これまでから京都駅西部エリアのまちづくり協議会が作成をするエリアマップにおきまして、西大路駅から西大路通りを北上して若市神社を経て七条通りの商店街に至る推奨ルート、こういったものも設定をしているところでございます。また商店街の連合体でございます梅小路活性化委員会というものがございますけれども、この委員会が取り組むスタンプラリーにおきましても、西大路通り沿いの店舗などをスタンプポイントとして設置されるなど、西大路駅から北上され七条通りを経由して JR 新駅
あるいは梅小路公園につながる動線を意識した取り組みを進めてきております。でとりわけやはり、西大路駅のバリアフリー化の完成によって、まあ、この辺りの回遊性が大きく高まると考えておりますので、そことも連携をしながら取り組みを進めてまいりたい、このように考えてございます。西山委員、ありがとうございます。まあ、今ご答弁いただきましたように、やはりこの市場通りの線路よりも西側といいますか、そのあたりの商店街に人の流れがなかなかこれまで行かなかったというのもある中で、今回の日照事件のバリアフリーに伴って、今ございましたように、そのあたりについてもしっかりと人が来ていただけるような活性化が生み出されるということを期待しております。それともにこの辺の空間、主に住宅が立ち並ぶ生活空間でもございますので、そのあたりの心配事とかも今後出てくる可能性もありますので、それで先ほどと同じでございますが、地域の皆さんのご意見もしっかりと聞きいただいて取り組みを進めていただきたいと思いますのでお願いいたします。最後の項目の質問でございますが、まちづくりお宝バンクについてでございます。事業実施から数年経ちますが、この間の事業の評価、また考えている課題などを教えていただけますでしょうか。松野部長。はい、まちづくり、源のまちづくり推進事業、まちづくりお宝バンクでございます。この町の課題を自分ごととして考え、地域の課題を自らが提案して取り組んでいくと、今現在320件の、登録をいただいているところでございます。で、この行政からの補助金、助成金というのは、ないにもかかわらず、たくさんのご登録をいただいている、本当に、この京都のまちづくりが活性化しているんだなというふうに考えております。この市民サポーター制度であるとか、このコーディネーターがマッチングする以外に、例えばその民間企業でお勤めあったその経験を生かしたり、あるいは元百人委員会の方々、そういった方が自分の培った力を生かして、お宝バンクの団体の方に派遣を伺ってですね、例えばチラシ作りをお手伝いするとか、そういった事業も合わせてやっております。こういったことも含めて、非常に多くの事業が取り組み提案が実現しているところでございます。中には京都市の施策に生かされたもの、例えば、京都大学が開発した体の学校という、健康づくり事業でございますが、そういったものが区役所とともに、共同することにより事業が成立しているというようなケースもございます。以上でございます。西山委員、ありました。本当に市民ぐるみの取り組みで、さまざまいいお取り組みが、進められていて、市政にも非常に貢献していただいているところで、ございます。今後ますます、こういった取り組み、先ほどの SDGs の中の答弁もございましたけれども、進めていただくべきものであるかというふうに考えております。今後の取り組みや決意について お伺いさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。松野部長。はい、このみんなごとのまちづくり推進事業ですが、京都市は市民参加というものを平成15年の条例制定以来、市民の参加と共同という視点で進めてまいりました。このまちづくりお宝バンクも、まさに市民自らが主体的な取り組み、これを行政が支援するという形で進んでいくものでございます。またさらには市民同士が相互に支え合う、連携して交流して実現に向けて取り組んでいく、こういった市民相互の共助というものを含めて町の課題を解決していく、そういう仕組みであるという認識しております。さらにこの制度を充実させ、さらに多くの方にこの制度を知っていただく、ご利用いただくというふうに、それによって地域が活性し、町づくり活動が活性化するというふうに考えておる次第でございます。以上でございます。進行いたします。鈴木委員。残された時間が7分なので手短にいきます。今エリアマネジメントいろいろと話題になってます。先達が、いわば岡崎の地域活性化策であります。平成23年から始まってずっと何回も説明会にも行ったし、そしてまた、いろんな取り組みを見てまいりました。ロームシアターが完成し、そして歩行者空間ができ、またいよいよ美術館が出来上がってくると、いろんな取り組みがあって、今
別館のロームシアトスクエアの中に巨大なでかいこけしがありまして、まあ、みんな不思議そうに見上げてる風景があるわけ で常にあの公園部分では週末楽市楽座を含めさまざまな取り組みが春秋通してやってくれました。大いに評価をしたいと思っています。で、まあ、その集大成がやっぱりディズニーが来てね、7万人ですか、まあ、ものすごい人たちが子どもたちが喜んで、まあ、僕も非常に喜びましたけれども、あれが一つのまあシンボリティックなまあ活性化の努めてきたというふうに評価をしています。ところが、今回の予算書を見ると、岡崎市活性化ビジョンの推進で、前年度は2900万だったんですけれども、今回は1935万何がしということで、1000万減らされたと目を向いてびっくりしたわけでありますけれども、まあいろいろ我々もそれぞれのイベントなり事業の見直しをゼロベースで進めるべきだという予算要望書を提出していますので、これには何か訳があるんだろうというふうには思いながら質問するわけでありますが、非常に成果を生んできたということで何かがあれかなというふうに思うんですが、もう成果の話はいいので、なぜ減額をされるのか、そこの理由を聞いておきたいというふうに思います。まあ、時間の関係、その一点まずお答えください。平井事業推進担当部長。はい、岡崎の活性化に関するの予算の減額についての質問でございます。京都市におきましては、これまでから岡崎ならではの優れた資源を生かして魅力創出、情報発信などを後押しするというふうなことを目的としまして、岡崎の魅力づくり推進協議会、これは今ね組織なんですけれども、こちらの方に対して負担金を支出してまいりました。でこれまで協議会を中心とした取り組みによりましてですね、今ではその協議会主催の大型イベントに依存することなく、今ほど先ほど議員からおっしゃいましたレッドカーペットとかいろんなイベントを行ってきました。そういう大型イベントに依存することなく民間活力等によりまして岡崎地域のにぎわいが継続的に創出される状況に近づいているというふうに評価してございます。これらを踏まえますと、にぎわいづくりのリーディングとして実施してまいりました協議会事業のすべてを継続的に実施する必要はないのではないかなというふうに考えたところでございます。今回の減額はですね、減額ありきではなくて、このような観点の下で各事業の目的、それからその達成状況におきましてですね、協議会でも議論を行いまして見極めを行ってきたといったところでございます。その結果、リーディングとして役割を担ってまいりました協議会のにぎわい創出事業、今申し上げましたレッドカーペット、それから星の共演というその七夕の事業、そして情報発信事業 でございます、市電のコンシェルジュ、市電で案内してございます、そのそちらの方のガイドスタッフによる案内業務、こちらについてですね、協議会が並行して取り組んでまいりました情報発信の取り組みといったものが浸透してきたというふうなことを評価してございまして、すでに当初の目的を達成したのではないかなという結論に至りまして、これらの事業にかかる負担金を減額したというようなものでございます。鈴木。はい、分かりましたと言いたいところやけど、まあ、ちょっと今までずっと馴染んできたイベントがね、まあ、例えばレッドカーペットなんていうの毎回見に行かせていただいて、星野共演もあれちょっといまいちやったと思うけれども、それなりに楽しみはしていただいて、僕だけじゃなくて市民がみんな楽しんでる、そして近くのいろんな人が出展をして、でとりわけ喜んだのは婦人会の人たちが、女性たちが踊りを披露する、あるいは子どもたちがこうパレードを歩く、これはみんな喜んでおられるんですよ。で、まあ、その一つの役目を果たしたというふうには理解はするけれども、地域の人たちの協力があってからこそ、あるいは地域にある界隈のいろんな店舗であれ若い人たちが運営しているさまざまなことがね、そういうものが重なってここまで来ているというふうに思っているので、とりわけ岡崎の皆さんにはですね、本当にご協力いただいてきたわけですから、今回のまあ課題についてこういうふうになっていきます、ついてはそれぞれの地を働かして今後もやっていただきたいという意味でね、まあ申し入れをというかお願いをしていってほしいと思います。それから、まあ、都メッセなり、ま、周りにあるいろんな周辺の施設との連携を取りながらですね、さらなる、まあ、良き場所になるように努めていただきたいと思いますが、そういう意味での決意はいかがでしょうか。平井担当部長。はい、
なくなってしまいますのイベントにつきましては、地域の方と一緒に作ってきたものだというふうに考えてございます。鈴木議員お話しいただきましたように、地域の方が汗をかきながらですね、本当に協力いただいてイベントをすべて成功させてこれたというふうに評価してございます。そういった意味で今後もですね、地元の方と一緒になりながら、どういった工夫でですね、岡崎を盛り上げていけるのかというようなことを考えてございます。で、協議会主催のイベントではなくてですね、今後民間ベースのイベントとの連携も深めながらですね、今後の次の岡崎ビジョンの達成に向けてですね、あらゆる主体がですね、連携取りながら岡崎の活性化進めてまいりたいというふうに考えてございます。鈴木、ずっとこの数年見てまいりましたので、これが一つの転機になってより地道につながっていくような感じ、そして何よりも美術館がオープンするわけで、これは大きな大きな本当にイベントの始まりした新たな文化ゾーンとしてのスタートを岡崎が始まることになると思います。これを全体で記念をしつつね、いいエリアにしていただきたいし、これから桜が昨シーズン新緑の綺麗なシーズンを迎えます。多くの人たちが岡崎に集まって、にぎわいを作って、文化が発信されることを願っていますので、それをぜひ、京都市として応援をしていただきたいということを申し上げて終わりたいと思います。進行します。中村委員。では、よろしくお願いします。私からは先ほど、朝ですね、もう都民議員からも、お話がありましたと総共構想が言ってあるんですけれども、これについてはですね、ご存知のように関西広域連合において云々の話多分当局知っていただいていると思うんですが、先週の土曜日にですね、関西広域連合議会の定例会がありまして、私が一般質問をしてですね、この総共構想の部分の話をですね、一般質問でやらせていただいたと。要は何かと言いますと、都民もおっしゃったように京都では分かっていても他府県で都市ではですね、全然その盛り上がっていないと。双眼構想の話はですね、出るんですけれども、総共構想のですね、部分のワードもが出てこないというのが広域連合の今の実態でございますので、それは良くないと。で、こうやって東京一極集中を是正するための一つの目的として立ち上がっている広域連合がですね、双眼構想だけを捉えているんだからじゃなくてですね、双共構想も含めてですね、やっていくべしだという趣旨のですね、一般質問をしてですね、移動連合庁が答弁をしたんですけれども、その答弁書は多分言ってると思うんですけれども、いずれにしてもですね、京都としては粛々とこの双共構想を進めていくべしということをまず第一点にですね、改めてお願いをしていくことと、で、広域連合においてもですね、首都機能のですね、バックアップ構造の構築をはですね、やろうということで、予算要望等のその提案の中で国に言ってるわけですよね。で、その中に総共構想という言葉はなくしても、京都にですね、皇室がお住まいいただくという部分はですね、明記してるんですよね。だから一応ベースにはですね、双眼構想の中に含めているんですけれども、いかんせんことに双共構想というですね、この言葉を使いたがらないというかね、逃げてるというかね、そういうのが否めないというのが私の率直なところなんです。ついては今後ですね、これからも広域連合、私は、ワールドマスターズゲームズが終わるまでは存続させとかなあかんという思いでありますけれども、それ以後はあまりいらんなと思ってますけれども、それまではやらなあかん、そういう中でですね、一応総共構想もですね、しっかり進める中で、広域連合もですね、それに同調してですね、京都だけの取り組みではなくて、いわゆる講演会といろいろやっておりますけれども、とにかく京都以外の人にですね、知っていただき、総共構想をね、で理解していただくという働きが大変重要なわけですから、その辺は本市からもですね、広域連合にですね、関係者にですね、どんどんやっていってほしいというところのことを改めて、要望させてもらいますが、ご見解を伺います。いかがですか。岡京都創生推進部長。
広域連合と創協構想の関係でございます。広域連合につきましては先ほど先生からご紹介もありましたように、国会さん要望の中でですね、京都に皇室の方々にもお住まいいただくことということで、その趣旨については記載をいただいているところではございますけれども、やはり創協構想という言葉につきましても、そういったものを広域連合の中でも取り入れていただけるように努めてまいりたいと思いますし、また京都外の方々への理解という深める取り組みも努力してまいりたいと思います。中村委員、一つよろしくお願いしておきます。次ですね、西陣を中心とした地域の活性化について、これも午前中話がありましたけれども、地元でございますんで、改めてですね、細かいことはもう抜いてですね、そういう流れの中で午前中の流れの中でですね、一つこう確認したいのは、要はそれぞれの行政区で区民提案共感型のまちづくり支援事業という、これがそれぞれですね、各行政区でですねやっております。でそれもそれぞれの地域で、特色あるという事業をやるんですが、多くはですね、地域の活性化を目指してということで、区民の方がですね、区役所といろいろ協力しながら、まだ地域と協力しながらですね、事業を展開したんですけれども、これとの絡みなんですね。で、西陣という今回のこの地域の活性化についてもですね、ある意味で狙っているところは同じなんですが、ここでは経済活動をもっと活発するというような、行政がさらなる踏み込んだところも含まれているかと思うんですが、お尋ねしたいのは、今の私のことからですね、区のその今の区民提案共感型まちづくり支援事業との違いというのはどのように捉えていったらいいのか、この辺のご見解ください。平井担当部長。はい、今回、次年度予算として我々が取り組もうとしているものと、区民提案型の事業 の違いといいますか、住み分けというようなことでございます。今中村委員からご案内ありました区民のまちづくり活動支援事業でございます。こちらの方は地域に根ざした身近な取り組みについて、その地域の団体などがこうボランティア的にですね実施するものが多いのかなと。そういうことで、どちらといいますと、その地域 その福祉とか地域の安心安全と、そういった面のことに取り組んでおられるのが多いのかなというふうに考えてございます。で我々今回取り組みにつきましては、まちづくり活動のみにとどまらずですね、とか人とか資源とかの掘り起こし、そのまちづくりの基盤そのものについてもちょっと大きな視点で取り組んでいただけたらなというふうに考えてございます。ちょっともう少し具体的に申し上げます と、今回そのビジョンの推進の中でですね、行政主体でやるもの以外 その民間が主体になるような取り組みと多くこう書かせてもらっております。暮らしの文化の継承とか、町屋の、路地の活用、新たなものづくりの起業とか、商店街の活性化とか、でそういったことにつきまして、地域民間主体の取り組みというのはやっぱり資金とかさまざまなハードルによりまして、こうやろうとする人はおられるけどもうまく進まないというようなことが、その大きなムーブメントになっていないというのが現状なのかなというふうに思っております。でそこでこの民間のみの力では進まないような取り組みの初期段階におきまして、行政が下支えをして投資するような支援が必要ではないかなと。でそういったプロジェクトを今回支援していくようなことを今回の予算で行っていきたいというふうに考えてございます。中村委員。はい、これからのことはですのでですね、当然各区役所、上行だけなくて、ちょっとこう北区も入ったりですね、中行も入ったり、地域的にもしますわな。そういうことでその区との話も当然しているところが出てこようと思いますんで、周りがですね見てて、なんやこれ、なんか今の各区の共感型の事業ってあんまり変わらへんやかというようなことがないようにですね、やっぱりその辺やっぱり今回の新しい活性化ビジョンの中でですね取り組まれているんだなというところがですね、市民にもやっぱり理解されるように一つお取り組みをですねよろしくお願いしておきます。そして次進みます。次はですね、お代替わりにかかる軽縮事業についてですが、今回これは大変喜ばしいことですから、
まあ、そういう祝意を表する機運をですね、市民ぐるみで高めていく必要があるという、まさにそうだと思うんですけれども、一つこれはまあお願いでございます。ルールいろいろその事業の概要ということでパネル展示やらいろんなそういう祝賀機運を醸成するような取り組みが行われようとこれからするんですけれども、実はどこまでニュースが入っているか分かりませんけれども、地元のことですけれども、御所にですね、まあ、京都祭りいろいろある中で私ところの上五郎神社五郎神社のお祭りの神輿唯一ですね、御所の中に5月18日にですね毎年入るんですね、3期入りますけれども、でその関わりもあってですね、今回5月1日にですね御即位のその日にですねもう特別におみこしを出すと、そして御所の中に入れまた入れさせてもらうというところの話がですね、まあそれこそ地域のそういう総大会またみこし会含めてですね出来上がりましてですね、現実化して聞いております。で実はこう今つまらないおりませんけども、その津田大蔵議員のところの中行とちょうど上行の境目になるんですけれども、下五郎神社、この下五郎さんもですね実は同じようにですね、あそこは御所には入ってないんですけれども、今回そういうことやから一緒に入らしてほしいということで、下五郎の神輿もですね御所に入れるようになったかと、かとこれはちょっと不確かな確かな情報なんですが、多分 OK だろうというような今そんな話なんです。ということで今まあその地域市民組でですねそういう軽縮ムードが湧こうとしてきているところでございますので、今のその情報というか中身はですね大変まあある意味で広報性があるというか発信性のあるですね内容だと思いますので、またそういったところもですね行政がフォローできるところ、また協力できるところはですねぜひしてほしいというところをお願いするわけですが、最後それをお聞きして終わります。岡京都創生推進部長。ご慶祝 の民間団体の慶祝の取り組みとの連携あるいは支援、まあ、そういったことでございますけれども、やはりできるだけ多くの人々が祝福する中でこのお代替わりというものが行われるように準備を進めていくということが大事だと思ってますので、行政民間を含めた慶祝の機運を盛り上げていくことが大事だと思っております。お代替わりの慶祝については行政のみならず民間の方々に主体的に取り組んでいただくことの意義というのが大変大きいということを思っておりまして、本市としては民間団体等におけるそういった自主的な取り組みの呼びかけやその取り組みの情報発信、あるいは本市と連携した共済事業などそういったことに積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。また個別のお話についてはまた個別の具体的な相談の内容に応じて市としても可能な範囲で連携協力をしてまいりたいと思っておりますし、行政民間を挙げてのお代替わりの形式に取り組んでいけるように努力してまいりたいというふうに考えております。進行します、山根委員。私からは今日は、大学の町学生の町京都の推進という施策に関わって、学生の支援の施策についてお聞きしたいと思います。それで、本会議質問でですね我が党の平井議員が奨学金問題を改めて取り上げました。で、京都市独自の給付型奨学金制度の創設をすべきだと、求めたことに対して副市長の答弁で意欲のある学生が経済的理由により進学を断念することがないよう教育の機会均等を図ることは重要としながらですね、京都で学ぶ4人に3人が全国から来られ、京都の高校生の約半数が全国へ進学されていることから国において充実が図られるべきものと、こういう答弁がありました。で一方でですねそこで教えていただきたいのがですね一方で京都市独自で大学を核とした地域連携企業連携の推進ということで、2000万円、それから学生活動の支援ということで1500万円、そして、午前中からも議論がありましたけれども留学生の誘致支援には6400万円ということで、こういう事業も計上されていると。でこういう事業はですね京都市外から来られた方にも関わる、
まあ、事業だと思うんですが、なぜ、奨学金の話になると京都市内京都市外という話になってしまうのか、いかがでしょうか。塩野谷大学政策部長。はい、お答えいたします。まあ、現在本市として大学政策に係る施策についてはですね、まあ、いろんな各大学の取り組みを後押しする、各、まあ、来ていただいている学生さんの取り組みを後押ししていく、まあ、やがては、長期的に見ればですね、学生さんに、まあ、ぜひ、卒業してからもですね、ここに留まって生活をしていただいて、まあ、京都の将来の担い手になっていただくと、まあ、そういった視点において、やっているものでございます。お尋ねの、市独自の奨学金につきましては、先般、副市長の岡田より申し上げた通りでございます。山根委員。まあ、来ていただいている学生さんを後押しして、まあ、将来的にはできれば京都に留まってというお話がありましたけれども、それだったらですね、私は別に市外から来る学生さんの、生活を支援していただいてですね、京都っていうのは素晴らしいなと感じていただいて留まっていただくということだって十分別に私は何も不思議なことではないと思いますし、まあ、副市長の答弁の中では公平性の観点という話があったんですけれども、私は学生の街京都だからこそ経済的困難を抱える学生を直接支援するとこういう観点が必要ではないかというふうに思います。それで奨学金は国において充実が図られるべきものとこういうことを言われる一方で、これは他局の所管になりますけれども、昨年からですね、この京都市内の児童養護施設を対処し大学や専門学校に進学される方を対象にして、まあ、22歳までですかね、月額、まあ、数万円の給付をされている、こういう奨学金も実施をされているわけですね。で、これは特殊化の方からの寄付を積み立てていた基金3100万円を、活用するものということで、まあ、年間300万円ほど対象になるのは十数人ということなんですけれども、まあ、対象者が限定されているとはいえですね、私は大事な取り組みだと思うんです。で、これは教育の機会均等あるいは経済的支援が大事と、こういう観点で実施しているのではないかと私は思うんですが、この事業については大学政策所管する部局としてはどういう認識を持っておられるんでしょうか。塩野谷部長。すみません、ご指摘いただいた奨学金の具体については現在もすみません手元に資料がございませんが、福祉施策として、児童養護施設にいらっしゃった方の自立支援を促すという目的で実施されているものであると承知をしております。山根委員。まあ、福祉施策としてということですけれども、しかし都にもかくにも大学生の方をですね、経済的な事情を抱えておられる学生の方を支援する制度ですよ。で、非常に重要だと思うんですが、これについて総合企画局の皆さんはですね、意義ある制度だというふうな認識を持っておられるのかどうか、いかがですか。塩野谷部長。繰り返しですけれども、福祉政策として、その部局において、しっかり取り組んでいただいているものだと認識しております。山根委員。まあ、ちょっと質問と答弁があまりかみ合わないんですけれど、これはですね、私は経済的事情を抱える学生への支援がですね、わずかであっても行われていると、これは重要なことだと思っているんです。で、それについて大学政策を所管する部局としてですね、連携をしてですね、その予算を拡大できないのか、あるいは対象を拡大できないのかと、これを当然検討されるべきではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。塩野谷部長。担当している部局において増額するかどうかの判断はそれぞれしていただくべきものだと思います。山根委員。まあ、ちょっとですね、私はね、これはね、悪いことをやってるなんて批判はしてないんですよ。いいことだと言ってるんですよ。それをですね、なぜ胸を張ってね、これ意義あるんだと、ぜひこれをですね、もっとたくさんの方に利用できるような制度にしたいんだというようなね、そういう気持ちで議論ができないのかと、まあ、大変残念に思います。で、なぜかといえばですね、やっぱり学生のね、経済的に困難を抱えている学生を支援するという視点がないんですよ、総合企画局に。そこがね、私は決定的な問題だというふうに思います。それで平井議員がですね、我が党の平井議員が代表質問でも紹介をした
札幌市の大学生向けの給付型奨学金、これは月額で国公立の方に6000円、それから私立大学の方に9000円、そしてそれとは別に入学支度金として国公立1万4000円、私立大学の場合2万1000円と、こういうことなんですが、これ対象はですね、本人またはその親などが札幌市内に居住していることと、こういう制度なんです。で、予算規模で見れば約、2000万円で約250人分ということなんですね、大学生向けの分については。で、札幌市の大学生の総数は5万5000人ということですから、その 0.45% ということですので、札幌市の予算額あるいは大学生の規模から言えば額も規模も非常にささやかなものではあるんですけれども、しかし、これだけで学費がですね、全て賄えるということでは当然ないんですが、それでも市独自の学生生活を直接支援、こういう形でやっておられると。で、京都市はですね、市外から来る学生に市民の税金は使えないというようなことをずっと言っておられるわけですけれども、しかし市内の学生に対してもですね、ほとんど支援がないのが実情じゃないかということです。で、この札幌市で行われている大学生向け奨学金の予算規模、約2000万円ということを申し上げましたが、京都市のですね、平成31年度の一般会計予算、これ7900億円ほどですけれども、この規模から見れば 0.0025% の額だと。ところが、そういう施策さえ京都市にはないということでですね、私は大学の町、学生の町を掲げながら、こういう年間予算で見れば 0.0025% 何度も言いますけれども、この程度の支援策もできないのかと。これやっぱりあまりに不十分だと考えますが、いかがでしょうか。塩野親部長。各自治体において適切にご判断いただくべきことだと思いますが、本市といたしましては、国において統一的に充実を図るべきだというふうに考えておりまして、これまでからも国に対して、給付型奨学金事業の着実な実施等を強く要望してきたということでございます。山根委員。国への要望はどんどんやってもらったらいいんですよ。しかし学生の町を掲げてですね、東京よりも人口比率で言ったら学生さんの比率が多いわけですね、京都市は。で、そういう大学の町、学生の町で、ほんのわずかでさえもですね、予算化できない、これなぜなのかですね、財政的なこれ問題なんですか。下野部長。繰り返しになりますけれども、本市といたしましては、全国の学生の2人に1人が活用して奨学金を使っている中でですね、京都で学ぶ学生の4分の3は全国から来られ、さらに京都の高校生は約半数が全国に進学されている状況を踏まえれば、公平性の観点から国において統一的に充実が図られるべきものというふうに考えてございます。山根委員。私の質問に全く答えてないんですね。財政的な理由なんですかと聞いたことについて全く答えてない。で、私はですね、改めて申し上げておきたいんですけれども、リニア中央新幹線の誘致であるとか、北陸新幹線の延伸の問題ですね、今日も議論ありましたけれども、その誘致活動だけでね、毎年600万から700万円のお金使ってきたと。で、実際に作ればですね、巨額の自治体負担が想定されるというのは今日議論があった通りですよ。で、そのような大型事業を推進をしながら京都市の未来を担う若者たちへのですね、支援がないというのはもう私は納得できないし理解できない。で、午前中の議論でですね、北陸新幹線の延伸について、いくらかかるかわからないからという理由で、やめればですね、全ての可能性を閉ざすことになるというような、ご答弁がまたあったわけですけれども、私はその言葉をですね、ぜひ若者や子どもたちのために使っていただきたいということを申し上げたいと思います。で、本当に京都市が人を大事にしているのかどうか問われていると思うんです。で、北陸新幹線を通さなかったら京都の大学にまるで来てもらえないかのようなですね、答弁もあってですね、私は大変乱暴な議論だと思いました。で、京都の大学で、学ぶ学生の4分の3は全国から来ていると、こういうことを言いながらですね、北陸新幹線が通らなかったらみんな東京に行ってしまうかのようなね、そんな議論は本当に乱暴じゃないかと。で、私は改めて不要不急の大型公共事業を抜本的に見直しをして、若者が住みやすい街を作ると、
で、経済的に困っている学生を直接支援する制度をですね、京都市独自で創設をし充実させていただきたいと求めておきたいと思います。それから最後にもう一つだけ、ちょっとお聞きしたいんですが、都市計画局で新規事業として打ち出されてます市営住宅自治会および大学との地域連携事業、これがありますけれども、これ大学との連携とあるんで総合企画局にもお聞きしたいんですが、学生に家賃2万円で市営住宅に住んでいただいて、地域活動にも参加していただくというようなことだと思うんですが、これもですね、枠は3つということで非常に少ないわけですけれども、しかし、地域活動に若い皆さんが参加をしていただいて、そして、学生に安価なですね、住宅を提供するという点では非常に注目を私はしています。で、この政策について大学政策を所管する総合企画局としては、どのように連携していくのかですね。で、今回は、伏見区の市営住宅で龍谷大学の連携ということで聞いておりますが、今後はですね、他の地域の大学や他の市営住宅との連携、あるいは空き家の活用、こういうことも総合企画局としても大学所管する部局として都市計画局なんかとですね、そういう連携議論をしていくのかどうか、この点はいかがでしょうか。下野谷部長。お答えいたします。都市計画局で行われています、すみません、来年度から、行おうとしております、当該事業につきまして、現在準備委員会等々におきまして、私も参加をいたしまして、いろいろと事業に関わっているところではございます。学生の主体的な活動をより高めていくという点、それからそれによって、地域の活性化、地域の自治の活性化を図るということのモデル事業というふうに承知しておりますけれども、そういった取り組みについてですね、必要に応じまして各大学との連携については取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。山根委員。その点ではね、非常に安価な大学、安価な住宅をね、若い方々に提供していくっていうのは非常に大事なことなんで、やっぱり若い方々にですね、直接お話伺ってますと、家賃っていうのは非常に重要なんですよ。やっぱり固定費ですから、それ削れないと。で、やっぱり何を削るかって言ったら食費を削る、こういうことにならざるを得ないというね、非常に切実なお話もお聞きしまして、そういう意味では、安い安価な住宅をですね、学生さんにできるだけたくさん提供していくということは非常に重要なことなんで、ぜひこれが拡大できるようにですね、頑張っていただきたいと思いますし、それ以外にもブラックバイト対策なんかは産業観光局、あるいは先ほど申し上げた、児童養護施設の奨学金の対象者の方のですね、奨学金なんかも他局でやられているということで、他の部局ともですね、いろいろ関係する問題たくさんあると思いますので、やはり学生の皆さんの生活を支援すると、こういう視点をしっかり持っていただいて他局との連携も図っていただきたいと。で、奨学金学費の問題については今議会に請願も提出されておりますので、また常任会の方で議論させていただきたいと思います。終わります。進行します。曽我委員。はい。それでは私の方からも多文化共生施策の推進ということで、お尋ねをさせていただきたいと思います。先ほども西山議員の方からも何点か質問がございましたけれども、外国籍市民との共生というのはですね、京都市においてもですね、また市民にとってもですね、今後大変大きな課題になっていくということは間違いないということであります。私のこの地元であります伏見区におきましても、平成26年の12月にはで12月段階で4184人の外国籍市民の方がおられました。それがですね、平成30年の12月昨年の12月に4686人になりました。ニュータウンをはじめとしてさまざまなところにですね、外国籍市民の方が本当に増加をしてきているなということを非常に感じますし、またさまざまなこの外国籍市民とのこの共生に関わるお話なんかも伺います。この共生をこの進めていくということはですね、やっぱり大事なことはこの生活支援、また交流支援、もういろんなこの生活上のさまざまなことを挙げればキリがないというふうに思うんですけれども、やはりベースになるのは、外国籍市民とのコミュニケーションの支援ということではないかと思っております。1月の22日に京都市の多文化施策審議会からですね、
報告書が提出をされておりまして、まあ、その提出報告書の中にですね、コミュニケーションに関するテーマが報告をされておりました。内容の直訳に、まあ、審議会からですね、内容の直訳にとどまらず、日本の文化や制度を知らない外国籍市民等が読んで、理解できるような情報発信が求められている。また日本語教室が持つ課題について、対応策の検討やまた具体化を進めていくことが重要である。そしてまた、外国籍市民等と地域住民が顔の見える関係を作っておくことが極めて重要だというふうに、まあ、この報告書の中には指摘をされておりました。まあ、このことについて、まあ、どのように推進をしていこうとされているのかお答えいただきたいと思います。牧国際化推進室長。はい、去る1月でございますが、多文化施策審議会から、外国籍市民等の個々の事情に配慮して日本語学習支援をはじめとする、コミュニケーション支援の取り組みを進めることという、ご提案をいただきました。まあ、その具体的な、対応策として、3点ございます。具体的な背景でございますが、外国語、まあ、まず1点目でございます。外国語や優しい日本語を用いた支援につきてという1点目でございますが、これにつきましては外国籍市民等によって、とって、コミュニケーションに関することが最も身近で、直面する課題ではあると。日本語を学習する環境を整えるだけではなく、情報を発信する側も優しい日本語や、外国語を用いて多言語で発信するなど外国籍市民の理解につなげる工夫が必要であるというご指摘をいただいております。また、情報を発信する際には内容の直訳にとどまらず、日本の文化や、制度を知らない外国籍市民等が読んで理解できるような工夫が求められているというご指摘もいただいております。2つ目でございますが、日本語学習の場として日本語教室の充実についてというご指摘がございます。外国籍市民が自分のレベルに合った日本語教室の情報を得ることが大変難しいことや、日本語ボランティアへの支援や外国学習者と教師をつなぐコーディネーターの要請が必要である現状を踏まえまして、日本語教室に関する情報提供の工夫や日本語教室の担い手の育成と支援、ニーズに応じた教室の開講支援、こういった日本語教室が持つ課題への対応策について検討を進める必要があるというご指摘もいただいております。そして3つ目でございます。居場所や交流の場所としての身近な日本語教室の設置充実についてでございますが、地域の日本語教室が日本語を教えることだけでなく外国籍市民等と地域住民をつなぐ交流の場所、そして外国籍市民の居場所としての役割も期待されているということを踏まえまして、日本語教室が地域のより身近な場所に設置されていくような支援が必要であるというふうなご指摘をいただいております。これをまあ踏まえまして、今後の事業展開でございますけれども、まあこの貴重なご提言を踏まえまして、局枠内での予算ではございますが、2つの事業を考えております。まず1つは、地域住民と、外国籍市民とが優しい日本語やシンプルな英語などを用いまして、地域の、生活習慣や行事、外国の文化などを学び合い、互いに、交流につなげていく、地域でつながる日本語教室と、こういう事業をまずは外国籍市民の集中地区において始めていくということを検討いたしております。でもう一つは、外国籍市民等に対していかに伝わりやすいものを作るかという観点から、多言語化に向けた企画段階から外国籍市民等の意見を積極的に取り入れることで分かりやすい刊行物の作成を支援していく多言語情報発信サポート事業という事業を検討しております。この他にも、日本語教室が持つ課題への対応につきまして、文化庁が発表いたしました地域日本語教室の、総合的な体制づくり推進事業、これを活用しつつ、京都府そしてまた関係機関との協議を進めながら、検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
蘇我委員。はい、ありがとうございます。今ルール新しい事業の取り組み等々もご紹介をしていただきまして、まあ、大きく前進をしていきながらですね、いかにこの外国籍の方々が住みよいと、また非常に暮らしやすいというふうに思っていただけるような、まあ、そういう場作りをしていく、まあ、環境作りをしていくということは非常に大事なことだと思っておりますのでお願いしたいと思います。やっぱりいかにこの要するに伝わるのかということ、まあ、この点がねやっぱ大きいかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひまたよろしくお願いしたいと思います。外国籍の市民の方のですねこのニーズというものもどん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 変わっていこうかと思いますけれども、まあ、そういうニーズをしっかりと把握してですね万全な対策をぜひとも講じていただきたいと思いますがいかがでしょうか。牧室長。はい、ありがとうございます。先ほど西山委員のご質問でも触れましたけれども、まあ、我々総合企画局におきましてはこれまでから国際交流会館を拠点としまして生活者としての外国人に対する支援を推し進めてまいりました。そして今回4月に予定されております改正入国管理法におきまして新たな在留資格が創設されることにあたりまして今後外国籍市民の皆様が増加することが予想されておりますが安心安全に京都に住み続けていただけますよう引き続き京都府そして国また町内関係機関と緊密な連携を取りまして多文化共生社会多文化共生施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。蘇我委員、よろしくお願いいたします。次の質問に移らせていただきます。向島ニュータウンの中にはですね、さまざまな、まあ、外国籍の方がお住まいになってるんですけれども、昨年の4月にはですねインドインターナショナルスクールの開校とかですねそれからまたさまざまなこのいわゆる、学生、セミナーハウスあそこなんかもかなり大学の関係の方々もたくさん多くお住まいをいただいているんですけれども、まあ、当然ご承知だと思いますけれども、まあ、その中で、足長育英会がですね、まあ、新たにこの国際的な教育施設の提案ということで、向島の修練の開校の後のですねその向島二の丸小学校かな、そちらの方でですね、跡地を活用した足長育英会の志塾の構想ということが、発表にされましてそして地元の向島ニュータウンのまちづくりビジョンの関係者の方々とですねさまざまな提案の場を持たれたわけなんですけどこのことについてちょっと簡単にご説明いただければと思います。塩野谷部長。はい、お答えいたします。足長育英会、病気や災害などで親を亡くした子どもを奨学金というように支援する団体というふうに承知してございますけれども、足長育英会の方からですね、アフリカの維持のための教育施設兼寄宿舎、足長育英会の奨学金を受けている学生向け教育塾兼寄宿舎等の敷地といたしまして、市内中心部から30分以内で行ける交通の利便性のある向島地域におきまして、平成31年3月末をもって並行予定の向島二の丸小学校跡地を活用したいという旨の提案が今あったところでございまして現在向島地域の活性化を目的に地域の関係者で議論を進めていただいております向島まちづくりビジョン推進会議におきまして当該提案も含めて地元の意見等をもとにですね協議を行っているというふうに承知しております。蘇我委員。まず今のご説明もありましたけれども、まあ、京都の中心から30分以内でアクセスできるということで、まあ、向島のこの二の丸ということを考えられたというふうにおっしゃってるんですが、まあ、もっと言うたらその京都市内のですねいつもの中心部のさまざまなその学校跡地、まあ、そういったところが一番最初にこう候補として上がってもおかしくはなかったんではないかなと思うんですけども、まあ何故、まあ、この向島のこの二の丸小学校ということになったのか何かもしもお答えできるところがあればお答えいただきたいと思います。塩野谷部長。
まあ、足長育英会からはですね、まあ、市内中心部であると、まあ、割かとこうなかなか賑やかな部分もあるかということもありまして、まあそれほど遠くなく、まあ、市内から、それほど離れているわけでもなく、利便性もあるというところ、それから、向島が先ほどご指摘いただいた通り、あの 留学生の、寮等もございますので、まあ、そういったその多文化共生という素地もある中でですね、まあ、ここに提案していただいたものというふうに理解しております。総外、まあ、この、まあ提案をされた時にですね、とあの地元の、皆さんもご参加をされていると思うんですけども、どういった意見がありました。まあ、反対とかはあの比較的なかったのではないかと思うんですけど、その点あのご説明いただきたいと思います。塩野谷部長。はい、お答えいたします。昨年11月28日に開催されました、第3回の、向島まちづくりビジョン推進会議におきまして、足長育英会の会長も出席をいたしまして、現在の提案内容について、住民の方々に説明したところでございます。反応といたしましては、歓迎すると肯定的な意見が多かったと、いうことで、まあ、それを前提としましてですね、足長育英会の提案を受け入れることを前提に、特段反対意見は特にないということで、ございました。すみません、推進会議を所管しているのは都市計画局でございまして、都市計画局の報告によりますとそういった状況だったと承知しております。総外委員。はい、まあ、今回この、まあ、都市計画局の方から の説明もいただいているんですけれども、これはだけどどっちかというと総合企画の方で、より一層こう深く進めていくというようなことではないのかなと思う。ただ都市計画局の方はあれ、まあ、その二の丸小学校の跡地をどう活用するかだけのことであって、その中のいろんなソフトの部分というか、アフリカの、まあ、そういう維持をこの 京都に迎え入れてですね、しっかりとこの、事業を推進していこうというのは、このアフリ、京都志塾というものも概要もいろいろ聞かせていただいてるんですけれども、そういった意味で言ったらもっと関わりの部分ではですね、総合企画局の方がメインになっていくべきではないのかなと思うんですけども、その点いかがですか。塩野谷部長。はい、足長育英会のとのですね、調整ですとか、まあ、当然、留学生を受け入れという面にも関わる部分でございますので、そういった面につきましては私どもの方で担当させていただいております。ただ向島まちづくりビジョン推進会議ですとか、まあ、向島ニュータウン、そういったもそこのですね、全体との調整というのがどうしても必要になってまいりますので、都市計画局ですとか、まあ、元々学校施設ということで教育委員会と関係する機関とはですね、常にコミュニケーションを取りながらこの事業を進めているというところでございます。総外。はい、分かりました。当然ですね、さまざまな施設が入ってくる、誘致をする、または移ってこられるということについてはですね、さまざまな課題がですね、さまざまなところでも起こっているわけでありますけれども、まあ、しっかりともうその地域の方々と、一緒になって、まあ、どういう形で受け入れが可能なのか、そしてまたどういうふうな街づくりに、貢献していただけるのか、まあ、そういったことをきちんとこう議論を前提にしながらですね、進めていっていただいているということで、理解をさせていただきました。主なこの施設概要ということで、京都志塾、そして心塾、それからアフリカ博物館、市民交流の場ということで、4つの、まあ、1つ の取り組みを紹介されているわけなんですけれども、ぜひともですね、実り多いものにしていただきたいというふうに思うんですけれども、最後お答えいただいて終わりたいと思います。塩野谷部長。はい、ありがとうございます。会議におきましてもですね、住民の方々はより方は、地域の交流の場を設置してほしいですとか、まあ、地域の祭り等に、まあ、足長育英会、まあ、もしくは、この志塾に来られる学生さん、留学生の方々に積極的に参加してほしいといったご意見がございました。まあ、そういった、具体の住民の方々のご意見も含めましてですね、より今後、提案について具体化を進めていきたいというふうに思っておりまして、地元の方々のご意見も踏まえつつ、地元足長育英会と連携を密にし、必要な調整を行ってまいりたいというふうに考えてございます。質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時刻は3時20分といたします。